大岡川、大岡川は、神奈川県横浜市を流れ横浜港に注ぐ二級河川。上流部の笹下地区では、笹下川の愛称で呼ばれている。横浜市磯国ひとり沢町、ひとり沢市民の森に源を発し、上流域の名称を、笹下川として北へ流れる。港南区港南中央通付近で、道区南部を流れる日野川を合わせ、名称を、 笹下島川から大岡川へと帰る。そして、南区を北東に流れ、中区の桜木町と本町の境界から横浜港に注ぐ。流路延長、約1 2トルのうち、河川法に基づく二級河川指定部分は約8 5キロメートルである。江戸時代に、今の南区中区域に及ぶ吉田神殿の観拓事業による埋め立てが行われるまでは、下流域の大半、 今の横浜市南区堀の内の宝生寺あたりまでが、大岡湾あるいは、牧田湾と呼ばれる入り江だった。大岡湾部分を除いた上流部では、本来の大岡川の名称では呼ばれず、旧倉木郡松本村の小技で関の下と呼ばれた、地域の日野川と笹下川の合流地点により、下流の名称として大岡川と呼ばれる。周辺には桜並木が並び、 毎年、大岡川桜祭りが開かれる。かつては桜並木ではなく、広大な梅林が流域に複数存在した。毎年8月には戦没者を悼む灯籠流しが行われている。横浜名産のスカーフは、かつてこの川で染められていた。近年まで、横浜市港南草差した地域には、かつて笹下川流域に多数存在した。 那須線工場の最後一軒が存在していた。近年では2007年3月に、八月町、日の出町の地域住民が中心に、大岡川川の駅運営委員会が設立され、環境浄化と地域活性化を目的に、神奈川県横浜川崎地水事務所と共同で、川の駅大岡川桜桟橋の浸水施設を設置し、E ボートやプレジャーボートにより、 大岡川の河川利用の活動を行い始めた。2015年5月には、約200メートル下流域長者橋の脇に、動力船専用の浮き桟橋、横浜日の出桟橋が完成し、同年8月に、一般社団法人大岡川側,側の駅運営委員会として、神奈川県横浜川崎地水事務所及び横浜市との連携を取り、各三橋利用調整を中心に浸水活動。 防災活動、環境清掃等の活動協力を行っています。その活動に賛同し2012年9月に結成された水辺僧が、大香川の水辺を生かしたイベントの開催やにぎわいの創出度様々な活動を行っている。また、水辺僧や横浜サップクラブが中心となって、ハワイ発祥のウォータースポーツ、スタンドアップパドルサーフィン、サップを実施している。 かつては、大岡川本流と中村川の分岐点付近から、下流側は、原桜議長駅付近を出口とする、釣鐘金型の入り江だった。戦国時代は、牧田湾と呼ばれ、牧田城を拠点として支配した、牧田吉良家の吉吉成高屋吉寄安の時代は、港湾の役割を果たした。現在は学問上、かつての入り江は、大岡湾と呼ばれる。室町時代に、 鶴岡八幡宮の戦いによって、鶴岡八幡宮が消失する事件が起きた際、鶴岡八幡宮の再建事業では、笹下川、牧田湾の水運を利用し木材を運び、さらに海運で、杉田港に輸送た。牧田湾に接続していた大岡川では、現在も、かつての名残で材木問屋が複数件存在する。牧田湾は17世紀ばから埋め立てられ、 吉田神殿をはじめとする神田の開発が行われた。その南端が中村川上流部にあたり、大岡川本流との間にも数本の河川が残された。横浜港開港後には、堀川、中村川下流部と堀割川が運河として作られた。大岡川本流と中村川の間の河川は、明治から昭和にかけて埋め立てられ、跡地は公園、大通り公園等。 首都高速道路等として利用されている。1981年には上流部から東京湾に直接放流する笹下川分水路が建設された。分水路付近には北三河門への発祥地の石碑もある。現在は桜並木が多い大岡川水系の遊歩道だが、かつて小田原北条家の奨励した梅の植林が盛んで、流域周辺には 岡村梅林や杉田梅林、捧げ城市の梅林など、多く広大な梅林が広がっていた。特に、江戸時代、明治時代には、間宮の武繁が造営した杉田梅林は有名で、江戸からの観光客で賑わった。杉田梅は、この梅林で収穫されていた。現在では、杉田梅林を破壊し建設された梅林小学校と公園に、その地名が残る。 杉玉三宅の菩提寺である、五津山妙法寺の山門の脇に、杉田梅林の懸賞碑が建てられている。旧座下城主要部分だった笹賀四丁目にも、広大な杉田梅林が広がっており、江戸時代初期に、京都から見学に来た西本願寺十三世羅所と、関白九条公家が遊覧したほどだった。その際に滞在したのが、常住院で、現在の三号の梅火山は、 滞在した二人が笹の梅林の見事さに、感嘆されたことで、梅火山に改めたと言われる。明治天皇の御行きもあった。天皇は、両邸の石川楼に、急速の拠点を置き、梅林を遊覧した。ただし、現在は、梅林は残っていない。戦後には、米国の新中軍が、接収対象の地域となった。アメリカ軍兵士の娯楽施設として、川沿いには、 売春宿が存在した。パンパンガールとも呼ばれた日本人女性の中には当時は英語が得意なものを多く、口紅などをつけて日本のファッションリーダーのような存在であった。その後売春防止法に伴い摘発された。笹下川と日野川の合流地点、中村川が東へ、運河が東南東へ、港未来線が地下を通る。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。